うん、ウランがなかった。では行きまーす。ミラーボールもありがとう、ありがとうございます。嬉しい。ペンライトオープン欲しい、ありがとう。ヨマさんミラーボールありがとう。オベロンさんありがとう。うわ待って、すごい、またミラーボールだ。アイアナドスさんありがとう。ミラーボール伊藤ちゃんありがとう、ありがとうございます。皆さんもハートとかペンライトとかいっぱいいっぱいありがとうございます。嬉しいありがとうございました。最近なんかめっちゃカラオケ配信してない？そういえば大空ビュンといいよね。大空ビュンってそういえばメンバー誰も略してない。あ、そんなことない、大空って言ってたわ。ごめんごめん、すみませんすみません
ごめんなさい、全然略してた。私も大空ってメモってたメモってたわ。嬉しい限りです。私も嬉しい。めっちゃ略してた。いいよって優しい。ああ、そう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 。カラオケね、楽しい。大空だったね。何歌おう。日曜日もしてた。今日って火曜日？月曜日？火曜日か。冗談あったもんね。ね、ビュンと。ビュンと派、にメンバーではいないかも。大空って呼んでるかな。だいたいあの頭文字上のね方を取ることが多いのかな。あと言っても超孤独ライオンは超孤独とは言ってないね。北青いは北青いってみんな言ってるかも。きっとでも青いとか誰も呼んでない。きっと青いはきっと青いかもね。あ、お腹が鳴った。そう、きっと青とかないね。あんまり略してないかも。ライオンはライオンだね。イグザルトもイグザルトだしね。そう、青さん、きっと青さんどうしようかな。え、お腹の音聞こえた？いや、イヤホン性能いいから困っちゃうね。そう、あら、ありがとう、小倉彩香ちゃん、ありがとう、こんばん、ありがとうございます。好きな歌、マシュマロ、思わせぶりっ子、すごい可愛い系が。乃木坂さん、乃木坂さんも確かに歌ってないですね。私カラオケ配信だと、私ね、帰り道は遠回りしたくなる、大好きなんですよね。あと私が歌ったもうなんか失礼にならないかね、申し訳ないくなっちゃうんだよね。あの素敵な皆さんだからこういいんですかっていう感じになっちゃってね、なかなか歌ってないかも配信で。ちょっと待って、斜めになってきた。なことない、大好きなの。なんかね、いつもMV 付きのカラオケで歌ってる、まあ歌ってると言いながら映像を見て、見ながら口動いてるぐらいMV めっちゃ好きなんですよね。おお、手が、すごいたくさんありますね。かかか、あった。ルレアね、音源がね、そうさっき見たらなくって。そうなのよ、チャカ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 チャ回してるだれだ。じゃあ行きますね。気づくように居心地いい日だった。もういつの間にか影になって黄昏れる。君と会って過ぎる時間忘れるくらい気づいて話した。僕の夢はここではない、どこかへ。帰り道は帰り道は遠回りもしなくなるよ。過去の道ならば行く。
私の本当にちょっと滑舌が追いつけてなくて本当に申し訳ない。ありがとうございました。ありがとうわあ、ミラーボールありがとう。アヤナドースさんありがとう。ハートもペンライトも音符も皆さんありがとう。ありがとうございます。八は八歳さん8313ありがとう。ミラーボール野菜さん、なんか以前もお話ししたことある気がする。なるほどっていうメモをね、私残した気がするんだよね。ありがとう、ありがとうございますありがとうございました。そう、メモした気が、記憶があるんだよね。人違いじゃないはずありがとうございました。そう、メモしてるよ皆さんのね、あの話したこととかね、メモしてる。覚えれるからね、そうした方が。あ、挨拶しました、ありがとう。いや、名前にね結構なんか、あーなるほどっていうイメージがすごくあったのよすごい嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、押していただきありがとうございます。メモ赤字で
携帯のメモだからな。赤じゃないね。赤ってできるのかな、携帯のメモって。そうできるの、携帯のメモって色変えれるの、すごい。日常昔は歌ってたね、多分配信中、今も配信中だけど、オーディション中歌ってたよね。次の駅のようにそこへ、そこへ何がどうと関係ない、だってこのまま乗っていたらただ一日が始まるだけだ、絶対嫌だ嫌だ、投げされるのは嫌だ嫌だ、そんな人生決められたレールの上はつまない Goes the train。 ゆうか大好き、かんちゃんありがとう、くまありがとうございます、ありがとう。なぎさかさん、私ね、あの歌うことより聞くことの方が多いから、ちょっと予習するね、ちょっとあの A メロ B メロとかのふわりがね、ちょっとね、歌わないと、一回歌わないとちょっと不安定になっちゃいそうで、ちょっと怖いから予習するね今度そうそうそう、ね、ありがとうございます、こちらこそですよ、ありがとうございます。そう、私乃木坂さんね、あのなんだホルダー作ってる、そうこんにちは、 ASMR の時間です、聞こえる聞こえましたか近くで、フリーめちゃくちゃ好きですね、クレイトさんですよね、こうなんか17分を表すように、こうちょっとね、こうクレイトさんのこと手がね、こう下がってるの、あ17分って思いながらね、クレイトさんのなんかフリー動画みたいなのを見てました。ここでこう17の7なってるってね。そう。そのクレイトボーイさんの振りすごく大好きで、めっちゃ見てる。なんかね、なんだろうな。私先日あの YouTube とかも見てた。なんか先輩方の解説動画とかもあの上げていらっしゃるので、やっとわかったわかった、君の存在当たり前すぎて気づかなかった、そんな言われ方したことないよ、叱られた僕を叱って、ちゃんと叱ってそうなんですよ、乃木坂さんね、私斉藤飛鳥さんと遠藤さくらさんの写真集をね、あの買ってお家でたまに見てますよ、あの持ってます、ポストカードとかもなんかよく持ち歩くクリアファイルに挟んで
無理なくなお一人様天国持ってる？一緒だねそう買いに行きました。そうそうそう、ポストカード持ち歩いてる持ち歩いてます。すごいね、お二方と思うの ダンスがすごく好きで、なんかこう綺麗な感じのダンスがすごく好きで見てますね。かっこいいですねしなやか系、そうですね、そうそう、すごくね好きなんですよねえ、すごく素敵な、なんか頑張れますね待って、ありがとう、あやかちゃん。あら、カラオケね、カラオケ行きたいね。カラオケ気分、一緒に来た気分今味わえてるかな。なんだろう、ありがとうあやかちゃん、嬉しい、いつも本当にありがとう。今度のお手紙も届くということを知れてすごく楽しみだし、本当にありがとう。毎日あやかちゃんでなんかね、たくさん少しずつしていけて嬉しいです。ありがとうたわん、ありがとうございます。あた、ありがとう。どうする、何歌う。充電は 14%、 多分ね、これ 10% になったらね、あの通知来るので、あの残り 10% です、あと 4% 分しか歌えないよ。星、ありがとう。ぷくくり、あのコン、真夜中もザゴス、仙台、やったん、楽しみ。自分参加、あと 4% 分。最近歌ってなかったの。確かに、自分参加しようかな。あの子、仲間ベルとかもある、ね、自分参加にしましょうか。ちょっとあの私の口が追いつくかどうかはちょっとあのちょっと透明薄めでちょっと見ていただけると嬉しいです。ちょっと頑張るね、私のお口頑張れいきまーす。
ありがとうありがとうございます。ちょっと本当にちょっと滑舌申し訳ない、最後畳みかけてしまった。ありがとうございます。わあ頑張った、ありがとうベロさん、ありがとう。私すごい大好きなんですよね。元気出ますよね。ありがとうありがとう、やさひろくんありがとうございます。ありがとう、お疲れ、うま、ありがとう。ミラーボール、あやなどすさんありがとう。りゅんさんありがとう、ありがとうございます。オープンペンライトありがとう、ありがとうございます。あと 12%、 あと1曲か、ワンコーラスか。どうする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 、結婚してありがとう。どうするどうする、決め読めプラチールかぶせ、君夢かフラジールが多いね。こないだ君夢を歌ったからフラジール歌おうかな。じゃあ笑ってフラジール。充電頑張れ。
ブラジルその一歩が今社員に泣いてた言葉秘密だね今日も二人のため空が青い Here Joy 2, 2, 3, 4, 5, 6 Here Joy すごいミラーボールがぴったりすぎてびっくりする。すごいありがとうございます。ちょっと10番になりましたねすごい。でも1曲歌えてよかった。ギリギリセーフだったね。曲中に止まらなくてよかったです。ありがとう。ゆきくまちゃんハートペンライト音符ありがとう。オベロンさんありがとう。ありがとうございます。リシートコさん、ユーマンさん、小倉彩香ちゃんありがとうございます。ユーマンさんありがとう。ありがとうございます。結婚してありがとう。充電充電充電。 R さんはじめまして、こんばんは。村山由佳です、よろしくお願いします。今日はじめましての方いらっしゃったけど、なかなかお名前を呼びできていなかった。ありがとうございます。はじめましての皆さん、村山由佳です感想そうだよ、私が歌うフラジールは感想しくスクショタイムになるからね。ちぎちぎさん、とったいありがとう。ありがとうございます。あ、はじめまして、大輝さんありがとう。ありがとうございますソロコーンみたいになってたありがとう。歌うのは楽しいね。ありがとうございました。こんばんは。ますますライブ楽しみになりました。ありがとう。もうね、ツアー待って、もう2週間くらいですからね。あっという間だよ。スノードもありがとう。ライブ行くので楽しみです。ありがとうございます。嬉しい。一緒に楽しみましょうね。ありがとう。まあ楽しい。お、25日の福岡、ワンちゃんのワンちゃんのワンちゃん、いけそう。なんか犬になるぐらいワンちゃんだねワンちゃんいけそうねえ、嬉しい。だからね、皆さんも、まあ、ツアー行くよって方はもうぜひぜひそれに向けてお仕事とか、多分もう12月末なんて仕事もね、多分一番忙しい時だと思うの。年末年始とか特にね、あの大変だしね、なんかこう終わらせないといけないこととかも多くなると思うけど、ツアーでね、私たちが皆さんのところに会いに行くので、ぜひそれを楽しみにしていただけると嬉しいです。ライブ行きたくなった？嬉しい。普通に嬉しい普通にありがとうってね、ありがとう、嬉しい。福岡公演と大阪公演が追加チケット受付ありますので、ぜひぜひね、よろしくお願いします。タイミングが合えば嬉しいな。無理しないでねって、ありがとう。皆さんのおかげで頑張れる。伊藤ちゃんありがとう。虹ありがとうございます。ありがとう。アルさんはじめましてで、無心までありがとうございますね。大阪も行っちゃうよ、楽しみ。福岡なんてもう1ヶ月ぶりだからね。もうついこの間も福岡行けてさ、1ヶ月ぶりの福岡っていうね。お仕事でさ、こう地元に帰れるってなんだか幸せだよね。うん、嬉しい。こんばんはね。私もツアーのために頑張るしっていうか、なんだろう、なんか頑張れる。皆さんがこうね、楽しみにしてくださっているというのをさ、こう日に日になんだ、こう伝わってくるというか、伝えてくださるから頑張れますね。うん、ありがとう。体調だけ、そうだよね、そうそう、本当にね、健康第一で皆さんとも元気に会えるように頑張りますよ。ありがとうございます。忘年会、あ、忘年会の時期なのか、そうだよね。確かに
ちゃんのカラオケきっかけかな。嬉しい、ありがとうございます。ありがとう、いや楽しみ、嬉しいね。お久しぶり、ありがとう。お久しぶりじゃん、待って、久しぶり、ありがとう。こんばんは。今日はね、またちょっとで配信終わりたいと思います。23時まで配信します。そうだよね、今ね、なんか何かわからない風が多いよね。気をつけるね。ファ？ソ？ラ？シ？ド？ヤマト君ありがとう。クマ、ありがとうございます。テンション高そうなのバレてる。夜ですからね、夜だからね。飲んでない、みかんは食べたよさっき。ね、皆さんは深夜テンションならないの？わかる？嬉しい、優しい、その絵文字だけでなんだかもう嬉しい。みかん食べたくなるでしょ。私さ、もうみかん食べ過ぎなくらい食べてると思う。口寂しい時ね、みかん食べるとなんか健康に良さそうで気持ちもいいんだよね。みかん食べてる。今日のお顔ありがとう。毎日メイク違うからね、毎日同じ顔になれないんだよね。手黄色いよ、手黄色いと思う。なんだっけな、サイン会のあのこうジャケ写持った写真、ジャケ写、ジャケ写ってやってるかな、まあ、あの髪を持った時の手多分黄色いと思う。ここ最近もうすごいビタミン摂取してるからさ、この間美月となんか寒いねみたいな話になって、寒いんだよねみたいな、お互いで温め合ってたら私の手の黄色さに驚いて、その瞬間だけちょっと寒さを忘れたよねっていうことがあった。寒すぎたのにめっちゃ黄色くてびっくりした自分でも。みかん食べるとね、手足が黄色くなるのさ。温め合ってた、寒いでって言って。MV のみさんがありますよ今ね、引き出しに入れてる。顔は黄色くならないからまだね。そうそうそう、顔まではビタミンがいってないみたいだけど、手はねすぐ黄色くなる。こっちはさ白いのに、こっちのほら色のさ差がすごくない？わかるかな、わかんないかな、あんまり。ちょっとね画面越しでわかるとね、多分実際見るとね相当違うのよ。はい、赤く見える、まあ、ちょっと今日は高いっていうのは手がね。わお。ためお話し会でその時もうオレンジかもね、黄色くなってるかも。冬2月だと。もともと白いってありがとうございます。私冬になるとさ赤面症がすごい加速してるの、急加速して。最近の悩みよ、私の最近の悩み、もう赤面症が急加速していること。なんかね、だから夏の時も赤面 してたんだと思うけど、冬の方が目立つね。ももこさん、はじめまして、村山由佳です、よろしくお願いします。ね、赤面症治んないんだよね。なんかね、全然なんか自分でも気づいてない時にもう赤面になっちゃってるから、ああなってるなってるみたいな。赤面なっ
てしまったことに気がついて赤面をするっていう、あのもうね、あの無限ループがつながって、ね、始まってしまうんですよね。そう、ああ赤面してるっていう赤面そう、ゆきありがとうメンバーでさ、あんま赤面の子いないんだよね。ポーカーフェイスだよみんな、うらやましいよあいみがたまに赤面してるの見て可愛いなって思ってる。赤面めっちゃ赤いやんとか思いながら、自分はもっと赤いんだろうなっていうね。赤面してる子を見ても私赤面するの、気持ちわかるわかるって思ったら赤面するのね。うん、でも基本みんななってない。そう、私の場合はね、伝染するんですよ。私中3の時にさ、仲いい子で結構同じ班になってて、席が前斜めでビンゴみたいになってたのよ。斜めの斜め前の斜め前と斜め前の子と斜め後ろがみんな赤面症で、こう斜めがそうビンゴしてたんだけど、一番前の斜めの子、こうなってて、こう、こう並んでたのね。一番前の、あで危ないよね、どうしたらいい、今めっちゃ突き刺しちゃった、ごめんなさいね。こうなってたので、ここの子が赤面してて、ここの子が気づいて赤面して、それに気づいて私も赤面してっていう、あの伝染すごい、本当にビンゴしたことあるの。だからあのクラスでね、あのなんだ、ちょっとドカーンドヒャーンってなって、それでもう注目を浴びてしまったせいで、もう3人がもう3人の赤面がもう急加速それこそしてしまって、あのみんなこうするっていうことが中3の時ありましたね。一人の子がいじられるとね、わかるわかると思ったら、もっと伝染するな、あっ赤面になってるって言われてると、あーわかるとなるとね、そうそうそう、うん、赤面症あるある、これ治んないんだよね結構ね。だからその3人にみんな仲良かったから、あの赤面症を治す方法とかお互い共有し合ったりして、冷たい水とあったかいの交互にこうかぶるといいらしいよみたいな、とかなんかね、いろいろねお互い調べ合ってたのよななみたんありがとう、赤面症してるタコさんみたい、タコさんありがとう、グラヤカちゃん、クマちゃんありがとう、ありがとうございます。そうっていうことがありましたね。ペンラが赤なのは赤が好きだからですフフフ、今は赤くないと思う、チークもあるからね。なんか実際のところは分かんないかもしれない。私はね、確かに両利きかもしれない、左利きでもあるけど右の時もあるからね。普段なんか使わないものとかは左でも右でもどっちでもいけるかなって感じ。彫刻道具とかそういうあんま使わないものとかはどっちもいけますね。ダーツはどっちもいけるね、その感覚的に。あんましたことない、どっちもいけると思う。ボーリングは、あ、ボーリングは球技だからちょっと右かな、球技私右なのよね。スポーツとかはちょっと右、弓はこっちがしっくりくるような、わかんない、こっちって何、どっちこっちがどっちかもわかんない聞かせてありがとう、かまちゃんありがとう。あそう、握手はでも皆さんが結構右のことが多いから右かも、大体右じゃない握手って。そうそうそう、右かな。じゃんけんはね右ですね、毎回触るときは左、利き足は球技だから右、でも左でもいける、サッカーに関しては。指
すまは両手、あでも下げるのは右からかも、こうそれってどっち利きなのか分かるものなの指切りゲーム、だって両手でするからね、両手ってか相手とするから右かな。マウス持つときは右かな、なんかさこうするよね、こうなんだろう、こっちの手でさ中指でダブルクリックって難しくない？うん、わかんない、右とりあえず右だね。携帯は左ってか両手、私両手なんですよね、スマホ両手なんだよね、あんま片手でしない。まあ持つとしたら左かな。やばいやばいやばい、23時になっちゃう。料理するときは左だよ。左利きかっこいい？やったね。嬉しい。不便なことの方が多いけどね。タブレットは特にどっちでも使おうかな。なんか大きいからそんなになんかうんないかも。近い方のって。腕時計は右につける。左でやっぱペンとか触るとねカチャカチャなるから右につけるかな。そうそうそう、まあそもそもあんまりつけないっていうのもあるけど、お仕事の時にね取んなきゃいけないからね、私アクセサリーとか一回取ったらもうつけないのよその日。ネックレスとかはまあまだなんかあんまそうつけた感覚ないからあれだけど、イヤリングとかはもう痛くなって取るじゃん、だからもうその後つけないから。腕時計も一緒、例えばお昼にお仕事上がって朝腕時計つけてお仕事の時取るじゃん、だから夜にはつけないのよ帰る時にはっていうね。そうそうそう、はじめましてジョセフさん、村山由佳です、コメントありがとうございます、よろしくお願いします、ありがとう。持ってるよ腕時計、一応ね何かあった時のために腕時計を持ってる。やばいやばい、そろそろお時間になるので男女名をしていきたいと思います。13位の方からです。13位、陽気なこじょうさんありがとうございます。12位、あやなどすさんありがとうございます。11位、しほぬちゃんありがとうございます。10位、とめぞうさんありがとうございます。9位、やまとくんありがとうございます。8位伊藤ちゃんありがとうございます。7位しのっちさんありがとうございます。6位空の魚さんありがとうございます。5位やすひろくんありがとうございます。4位しげちさんありがとうございます。3位ゆまさんありがとうございます。2位おべろんさんありがとうございます。そして1位小倉彩香ちゃんありがとうございます。たまもありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます。今日なんかメイク一応してはいるから、はいチーズ。はいチーズ。何がある？イエイ、ありがとうございます、 I love you、 ありがとう、ありがとうございました。ということで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。明日は、おお辻が来た、明日は連続500日目なんですね。そう、実はなのでね、夜配信しようかなと思います。ね、明日は20時かな、
多分2時2時とかになると思います。頃です。ということで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。一緒に明日も過ごせると過ごせたらいいなという気持ちでいっぱいです。一緒に過ごしたいですね、ぜひ。ということで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。また約24時間後お会いしましょうね。明日も皆さんのこと応援してます。頑張ろうね。ありがとう。ではでは今日も一日お疲れ様でした。バイバーイ。おやすみ。いい夢見てね。